エビ。エビ失敗した。エビ失敗な。美味しかった。うん。めっちゃ美味しかったよ。一回茹でたら中生だった。はあ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 。また茹で直した。だからこうしっかり味ついとったんかな。味は。あれ一番うまかった。うん。え、どれ一番良かった？成功はどれ？なんか、あんまなかった。昨日なんか、なんとなく。マグロもうまなかった。マグロあれ自分でさばいとんの？なんか、売っとるやつやろ？山県産のメジマグロ売れて。うん、美味しかったよ、全部。一番高かった。やっぱ、材料がまずいいが使っとんやね。まあ、材料、スーパーの材料。でも高いやつを買っとんやろ、要は。マグロは冷凍じゃないやつの、うん、本マグロの。どこのスーパーで買っとる？この、ね、俺大阪屋の。大阪屋で？うん。淡島やら。あっちもあるな。そこの魚屋が。はあ。淡島。生のマグロを置いとる魚屋ちゃうないが。はあ。いつも置いとんの。あ、そうなん。え、いいこと聞いた。でも和島なんて遠いよ。ああいうところまで行っとんわ。その魚求めて。だから全部やっぱ美味しいがだわ。あ、この魚やな。来たわよ。分かっとっか。覚えられるか。おかしいやつ来たわ。分かんがかね、やっぱ。やっぱお互い分かんがだ。分かんがかね、同業者みたいなもんで。いいものを求めとるっていうその顔つきがあんなかね。もう見とるもん、いつも人が何かあるか。へえ。ダルロ君何なめなめしとん。誰の自分のじゃない。